こんにちは新州読書会の宮沢です。今日も変の支配者の続きを解説していきます、えー。メンバーシップの登録を募集しております。登録していただきますと、えー、限定コンテンツ、メンバーシップ限定コンテンツご覧になれますんで、よかったら登録してください。えー、メンバーシップ490円以上のものでは、フランス革命のコンテンツを公開しております、えー。フランス革命について学べたい方がいらっしゃいましたら、 えっとご登録いいただければと思いますでは続きを読んでいきます大蔵省は本気で景気回復を試みた大蔵省が景気回復を望んでいたことは疑いない政府予算を所轄する大蔵省は財政赤字と政,政府債務の増大を真から嫌っていたこうした指標が悪化すれば大蔵省のイメージに汚点がつく 今日は法人税や所得税、消費税の減少を招く。失業給付や社会保険給付も増大する。何より政治家が政府に総合経費対策費の支出を要求するだろう。歳出が膨らみ、歳入が絞めば予算は赤字になる。赤字は国債発行で賄わなければならず。これは大蔵省は好まない。最後に大蔵省は不況を嫌がる。法的に経済を所管しているからだ。 がって不況になれば大蔵省が攻められる。長期不況は長年握ってきた権力を危うくしかねない。大蔵省にとって最悪のシナリオが現実化した。景気は回復しなかった。1998年は大蔵省が主な権力を失った年として日本の歴史に記録されたということです、えー。バブルが崩壊してですね、90年代、90年から、えー、バブルが崩壊して景気が だったわけですね景気は悪くなったんですけども財政支出を増やしたりしてですね財政赤字を拡大しながら景気対策をしたんですけども全然うまくいかなかったですねで大蔵省は一応経済を所管してますんで、えー、不況を嫌ってたんですけども、えー、何をやっても経済が良くならなかったということです 私も思い出しますけど、まあ、高校生ぐらいの時でしたけども、なんか財政支出たくさんやって高校、公共事業みたいなこといっぱいやってたんですけども、まあ、結局、クラウディングアウトみたいなのが起こって、民間資金引き上げちゃってですね、国債発行して公共事業やったら、全然景気回復しなかったんですね。で、結局、98年には大蔵省は解体されたということになります。 えー、で続きです。大倉氏は独占的な予算編成ができなくなった。戦後初めて政治家が総合景気対策を作り上げた。初めて政治主導。政治主導っていうのはどこの頃から言われだして、えー、景気対策を官僚じゃなくて政治家が作ったとで。銀行監督の権限は独立の金融監督庁、現金融庁に移った。えーまあ、財金分離ってやつですね。 財政と金融が分離されて、まあそれは大蔵省と日銀が、日銀が独立すると。さらに金融監督の権限も大蔵省から金融庁に移ると。で、巨人可権はビッグバンの規制緩和プログラムで消えた。大蔵省が持ってた巨,巨人可権というのも規制緩和されてあた取り上げられたと。 最後に、金融政策への支配力まで独立した日銀に取られてしまった。なぎっつらに蜂とでも言おうか。大蔵省は2001年に由緒あるその名前すら失った。まあ財務省になったわけですね。大蔵省が。えー、今ではもう大蔵省は存在しない。大蔵省には景気回復を望むはっきりとした動機があったが、日銀の方となるとはっきりしない。そこでこのあたりでもう一度事実を検証すべきだろう。もう一度事実を調べてみよう。ワトソン君。1991年に戻ろう。 大蔵省は金融政策の主要なツールは金利だと考えていたので日銀の高金利政策に大きな不満を抱き肯定部合を引き下げるように圧力をかけていたこの年日銀は譲歩して初めて公定部合を引き下げた日銀っていうのは金利のコントロールを大蔵省の監督の中でやってたんですねこれが景気対策金融政策として機能すると思ってたんですけども えー、80年代、高金利だったんですけど、低金利、金利下げたんですね。景気が悪くなったんで、バブルがはじけて。だから、お金が借りやすくなったんですけども、えー、続きです。景気は回復するところがますます加工した。大蔵省は法的立場を活用し、数度にわたって肯定部合を引き下げるように日銀に要求した。それでも、1992年、93年と、景気はさらに悪化し、金融市場は、 フェの重圧はパニックを引き起こしてほとんど絶望的なサバイバル競争が始まった。しかしいくら大蔵省が必死に景気回復を図っても虚しかった。まあ、金利、低金利にして、まあそれ2000年もずっと低金利ですね。低金利政策ってもう2000年代からずっと行われてるんですけども。80年代は定期預金で5%ぐらい金利があったんですよ。お年玉とか貯金してやつすごい金、あれですよ、利息がついたんですね。10万円とか貯金してると年間5000円ぐらい。 金利がついてたんですけども子供の貯金でも。5、5 6ーセン6%とか7%って時あったような気がするんですけども。それがもう、なんかもう、今なんかね、0.0何%。もう、預金流しちゃって、定期預金流しちゃって、ね、利息つかないじゃないですか。だ,だからなんか、n i s とかいうね、貯金したものはなんか,か、投資信託に当てて、 なんか <laughs>、キャピタルゲインエリンみたいなのになっちゃったんですね。本当は金利がつけばですよ。今、アメリカだって5%ぐらい金利あるんですから、金融機関ももっと、ね、定期預金すら金利つくわけですよ。日本だけ今、10年ものの国債、今日2023年の12月9日ですけど、まあ、上がったり下がったりしてますけど、だいたい0.5%ぐらい。いや、全然話にならないんですけどね。<laughs> えー、ということになります。10万円貯金したって500円ぐらいしかあるの、1年間。まあ、<laughs> 利息がつかない。500円ってことないか五500円もつかないですね。まあ、定期預金、定期付金というかこ、国債は500円ぐらい。10万円分国債買っても。えー、だけど <laughs>、えー、普通の定期預金なんか持って全然話にならないくらい。これえー 金利が安いわけで、すすねとということになりますで、えー、続きですね、えー。戦後史を通して日本銀行は信用料を通じて経済を監督しコントロールしてきた。金利を人員的に低くして選ばれた産業に資金を配分していた。 えー、1950年代、60年代の経験から、日銀は限られた信用割り当てが行われれば、家定金利であっても信用量が増大することがないのを知っていた。低金利にしても、信用量は増大しないって日銀はしちゃってことですね、えー。日銀は貸す相手を選んでたわけですよ。窓口指導で。で、選ばれた産業にだけ融資して、融資するように、えー、日銀は民間銀行を指導してたんですね。それが50年代、60年代。とりわけ高度経済成長の時は、 選ばれた企業ですね。まあ、中古、中古化学工業に資金を配分して、高成長率ですよ。まあ、年間 GDP10% ぐらいずつ上がってたわけですね。で、えー、それはお金をたくさんすればですよ。信用量が増大するんであって、低金利で増大するわけじゃないんですね。でも、大蔵省ってずっと低金利にすれば信用量が増大するっていう錯覚のもと、 金融政策をやってて、それを日銀にやらせてたわけですね。だけど日銀はそんなことは意味がないってことを知ってたってことですよ。で次きは1990年代、不良債権問題が銀行を麻痺させ、限られた信用割当市場となった。従って日銀にとって政策的処方性は自明だったはずだ。信用創造が可能なのは銀行と中央銀行だけだから、銀行信用の伸びが低下したなら日銀の信用創造を拡大して補わなければならない。 しかし日銀の信用創造量はあまり増加しなかった。それどころか1995年の3月時点でも日銀はなんと信用創造量を減らした。日銀は日銀法で定められている政府への支援を行わなかったのだ。1995年においても信用創造量を減らしてるんですね。通貨の供給量を減らしてるということですね。通貨の供給量っていうか、結局今アベノミクスやってたこともそうですけども、 日銀がお札を吸ったかどうかっていうよりも、国債とか民間企業の社債とかを買い上げて、あと株式か。一部のとこだけお金が回るようにしてですね、中央銀行が。だから、いくら金融緩和しても、国民の所得が増えるわけで、一部の人たちは資産インフレで、金持ちはより金持ちになってんですけども、一般庶民は何のことやら関係ないし、コロナのせいで、まあ、飲食店とかね、 お土産屋さんとか、軒並み潰れたりして、働く場所もなくなって、まあそんな感じですよ。所得も減ってると。さらに消費税も上がっちゃってますから。賃金は上がらないし。だけど一部の人たちは、日銀が発行したお金がぐるぐる回ってるところがあるというのはベノミクスの実態です。トリクルダウンって言ってね、 一部の人が儲かれば、下々の人も潤んだっていう理論だったんですけども、まあ、どう考えてもうまくいってなかった。まあ、庶民の,あの私としても全然、毎年毎年、なんか、せちがらいっていうか、せちがらいなと思いますね。えー、というのは感じますけど YouTube の広告量なんかすごいですからね。 結局、私が始め、5年前ぐらい、5年前から YouTube の広告量自体は変わってないんですよ。あの、収入としては。ただ、私の場合、メンバーシップが主な収入源になってきてんで、メンバーシップはすごい増えましたけど、もうメンバーシップなんかやってなければ、別に広告収入なんか、始めた頃とあんまり変わらないですね。多分始めて 2, 2年目ぐらいと。そのぐらいビビたるもんしか入ってこない。広告収入。 なんかわけわかんねえ広告ばっか流れてますしね。なんかに、日本語、なんか自動読み上げ音声みたいのでやってる、なんか外,外国の商品みたいなのが。まあ、だから全然広告料の回答ないんですよ。えー、100万回再生とかね、毎回出してて100万回再生されるようなチャンネルだったら、まあ、そう、結構な収入があるでしょうけども。 1>, 1万人ぐらいのチャンネルはもうたかが知ると、あとメンバーシップでサブスクしてもらうしかないですよ。だから広告なんかつけてもつけなくても大して変わんないんだよね。私もライブとかなんか広告つけないですよ。見づらいから。つけたって別に入ってくるお金なんて本当にビビったるもんで、ね。一 <laughs> 人の人がスパチャするより少ないぐらいしか入ってこないんで。だからもう広告、ライブ配信はね、まあ今は、まあ、ね、普通にアップするやつには一応つけてますけども。 えー、ライブ配信だとつけない。そういうことになってます。えー、それはどうでもいいんですけども、まあ、どういうことかっていうと、アベノミクスで、まあ、もう、一部の人しか儲かってないってことです権力の周りにいる人は儲かったでしょ。それだけですよ。これだってもう、安倍さんもお亡くなりになって、安倍派もなんか、ガタガタになってきてね、自民党だってこれで、まあ、ゲアはしないかもしれないけど、連立世間になって権力が、 権,権力っていうか、政治権力が失われていけば、一部で儲かってた人たちだって調子悪くなってくるし、これからね、アメリカの景気ももうよくわかんないですからね。なんか景気交代するんだが、このまま利下げしてまた景気がなとか維持されるのがもう、なんか非常に微妙な状態でね、なんだかどうなってんだって話ですけども。まあ、いずれにせよ、 えー、日銀は信用創造を行わなかったんで、90年代景気回復しなかったとっいうのはこの本の主張です。で、続きです。財政刺激策は邪魔された。政府の財政政策も同じ運命をたどった。1992年から94年まで4回にわたって45兆円という大額の総合経済対策費が追加予算で支出された。90年代後半には一連の景気対策でさらに60億円以上が使われた。 巨額の総合経済対策費は大倉省と政治家がどれほど必死で景気回復を望んでいたかを伺わせるこの時まあすごいリストラとか起こってね自殺率なんか年間自殺者も3万人とかになっちゃってひどかったですね90年代半ばまあ私はまあ高校生ぐらいだったんだからまあなんだろう <laughs> 大変なことだなと思ったけど僕まだ仕組みが分かってなかったんで ぼんやりきてましたけども。えー、ということです。で、続きですね。しかしこの時も目的は達成できなかった。もちろん問題は財政支出が国債発行で賄われ、そのために民間部門から資金を吸い上げたことだった。結局、国債発行して財政支出したら民間の資金が引き上げられちゃうわけじゃないですか。今まで以前にお話したように、クラウディングアウトってある,あるわけですよ。国債発行すると、 民間銀行が国債買うと、本当は融資に回してお金が国債の方行っちゃうんで、えー、民間から資金を吸い上げて、民間は全然潤わないと。景気回復しないわけですよ。で、続きです。日銀の信用創造拡大という刺激がなければ、財政支出は民間部門の需要を低下させるだけだ。だが日銀は厳しい信用引き締め政策を続けていた。 がって90年代の総合経済対策費や浪費で政府債務を増加させただけだった。結局国債発行で赤字国債発行して政府債務が増えただけ。財政赤字が増えただけですよ。で、景気は上がらない。いくら100兆円近いお金を経済対策費に使ったのに全然景気が回復しないということですよ。まあなんかよくね、真水で何兆円のお金が 対策品使われましたとか言うけど、こんなもん、身内に回ってるだけで、自民党支持してる業界にばらまかれてるだけで、景気回復なんか、そんなことやったって、ならないってことですよ。で続きです。なぜ、大蔵省は日銀に政策支援を行わせなかったのか。単純に考えれば、大蔵省は自体に気づいてなかったというのは回答のように思われる。 大蔵省幹部は自分たちが金利や財政政策、為替政策を動かしているのだから、金融政策もコントロールしていると信じていた。日銀は創立以来ずっと信用創造メガニズムを活用し、状況を把握するため必要なすべての知識を持っていた。だが、日銀はその知識と大蔵省とも世間とも分け合わなかった。日銀は信用創造のメガニズムっていうのを、まあ、隠し持ってたわけですね。景気は不要の空繰りを 秘密にしてたわけです。なんで秘密にしてたのかなんで秘密にしてたのかこの、そりゃ、IMF 体制の下請けだから。<laughs> 日本のために働いてない機関だから。外国の機関みたいなもんだから。中央銀行、今、世界のある中央銀行システムってのは一部の国際金融資本の政策に奉仕してるだけだって別に日本国に奉仕してるわけじゃない。 大倉市は日本のために放仕してますけども。で大倉官僚っていうのは信用創造のメカニズムによって全く知らなかった。金利だけ動かせば景気回復すると思って低金利にしたけども、で日銀も低金利にそれは回復しますよって言って低金利政策やってすべての金融政策だって嘘言ってたわけですね。本当はお札を吸ってどんどん貸すことだったんですけども、これをやらなかったな。なおかつアベノミクスにおいても、 それは実際一部の人に金が回るように株式とか社債とか国債とか買い上げてっただけの話だって庶民にお金が回るような信用創造をしてたのかって問題ですね。まあこのリチャード・ベルの話が言いたいことなんでしょう。でなんでそんな一部の人だけが儲かるような金融緩和をやるかっていうと 世界権力ってのはそういうことで維持されてるからなっていうことなんでしょ。<laughs> しかしそれがもうアメリカでも限界に FRB のやってることも、お手盛りでやってきた中央銀行システムの経済システムが、いよいよ、まあなんて言うんだろう。まあ中国が台頭してきたとかぐらいイの信仰の問題とか、今イスラエルとハマスの問題とかありますけども、多極化してきてるんですよね。 戦後は何だったって、そのニクソンショック以降だってずっとアメリカがその世界の金融システムを基軸通貨ドルって形で安定的にお手盛りで運用してたわけですよ。で、ドルが実質、ドルが最大信用創造をやって恩恵を受けてたのはドルなんです。アメリカ人だけですよ。信用創造して。各国政府が勝手に信用創造していいのかって問題がありまして。 日,日米安保の体制の中で、日本人が日本銀行が勝手に信用創造して豊かになるっていうことは、それは相対的にアメリカが、アメリカが、日本がね、日本がの経済力がアメリカより超えちゃまずいわけじゃないですか、信用創造されて。で、抑えつけるって方向に冷戦が終わってからなったと。そうすると日銀に信用創造させずに、なおかつ大蔵市を解体させてですよ。民族資本を外資に。 売、えー、らせてですよ。<laughs> まあゆ、優勢民営化とかね。<laughs> まあ、いろいろ、まあ今 NTT、NTT もその、ね、電電公社だったのは民営化されて、今まだ NTT 法で守られて国有資産っておこ国が一応ほら、大株主なわけですよ、NTT だって。そういうのもね、とうとう、返っていうか、そういうところが買ってもいいっていうふうに法改正しようとしてるんですね、これね。 ということが、民族資本を守る大蔵省がやってた経済政策が、冷戦はの中では、それは反響の防波堤としてね、大蔵省で、あの、なんて言うんだろう。経済政策っていうのは一応成り立ってんだっていう建前でやってたんですよ。98年を境に、大蔵省は解体されて、まあ、民間銀行として日銀が金融政策をやるようになって、なおかつ、 まあ一部の政治権力が維持されるように、クローニーキャピタルリズムが維持されるような信用創造だけやって、まあ2000年代ぐらいはもう小泉政権の頃から、まあ竹中平蔵先生とかね、ああじゃあやってることっていうのは、一部の人が、国際金融資本の側にいる人たちが、まあ権力を安定させるっていうかね、安定させて統治ガバナンスするっていう、 音でやってきたんじゃないかって話になるんですね、これを読むとね。えー、それを言ってしまうとなんかだんだん陰謀論になってきたんですけども、基軸通貨ドルを中心とした冷戦後のアメリカ、派遣国アメリカの金融システムの下請けだってことですが日本というのはね、日本、日銀がやってることっていうのは。日本国民のために、日本の国府のために日銀があるんじゃないってことですよ。えー で、安倍さんっていう人はもう、最初は国士だったのかもしれないですよ。有国の志士だったのかもしれないですけども、なんか第一です政権が倒れた後ですよ。まあ、なんていうか、軍門肉だったっていうかね、アベノミクスっていうのがいきなり出てきた政策が日本人が作ったわけじゃないですね。あの、基軸通貨ドルを延命させるための日本の協力するなんか、金融政策だったわけですよ。 それがまあなんかそ、そういうことだっていそういうことじゃないかって見たって仮説ですよ。そんなわけねえだろって言われるよね。そんなわけねえだろっていう見方もあるかもしれないですけども。まあ、この本が言ってることを私が不遍すればそういうことですよ。ええー、で、続きです。日銀は創立以来ずっと信用創造メカニズムを活用し、状況を把握するために必要なすべての知識を持っていた。だが日銀はその知識を大蔵省とも世間とも分け合わなかった。 アメリカともは分け合ってた。FRB とは分け合ってたでしょ。IMF とか。それどころか、日銀のスタッフとその観光物は相当の努力を費やして、日銀の政策が金利操作にあると思い込ませてきた。その結果、1980年代初めには、大蔵省は金融政策の道具として、信用創造量には注意を払わなくなっていた。ずっと大蔵省を騙してたわけですね。景気対策の方法は、信用創造しかないんだけども、信用創造して、アメリカの経済を追い抜いちゃまずいわけですよ、これね。 えー、それは冷戦体制の中では、ある程度信用創造させて、日本を豊かにさせて、共産主義にならないようにしてたんですよ。あるいは東アジアが共産主義化しないように、韓国と台湾にも同じことやってるわけですよ。で、改革開放路線の中国にも同じことやってたんですけど、中国だけはプラザ合意みたいなものをね、人民元を引き上げるとか、そんなことやんないですから、ガチンコでデカップリングで喧嘩してるわけです、貿易戦争になっちゃってるわけじゃないですか、今ね。 で、日本はね、すぐ、なんかもう、竹下、中曽根総理と竹下大倉大臣の時にもプブラザ合意っていうわけのわからない自由主義経済から想像できない為替介入。統制経済じゃないですか、あんな。イルトン・フリードマンだって批判してるんですよ、プラザ合意。だ全然、だって為替なんか市場に任せればいいっていうのは自由主義ですから。 なんか各国協調でね、日本を円高にするみたいな、アメリカの貿易赤字とかね、財政赤字、なんかそれでチャラにするみたいなね、よくわかんねえ、<laughs> なんか <laughs>、冷戦対戦最後のなんか、あのー、ソ連にとどめを刺すために、プラザ合意、まあ、そら冷戦対戦の中だからしょうがなかったのかもしれないですけども、やったらソ連は崩壊したんですけど、それを境に日本もおかしくなっていったと。死なれた30年、なっていったと。 で、それに、それと結託してた自民党政権というのはこの30、失われた30年、まあ、民主党政権とかね、時代もありましたけども、日本新党、8党連立の内閣の時もありましたけどね、2、3年。合わせたって 4, 4年ぐらいしかないでしょうけど、両方。それ以外はも自民党が戦後体制、サンフランシスコ体制っていうか、ずっとそういうのを維持するために、 まークラッシュを解体せず日銀に独立性を与えて信用創造量を限定しながらアメリカの基軸通貨ドルが世界の経済システムを維持できるように下支えし,してたっていうことですね。で、前回ちょっと私言い忘れたんだけど、三重野安さんという人は戦後に日銀に入ってるんですね。1947年に入港したって書いてあるんで、全然 <laughs> 入港した人じゃないですね。だから戦後も GHQ の 指導のもと、新たな日銀になってから、ハえ抜きで第1期生ですよ。この人が、ね、平成の鬼平だとか言われて、バブルを潰したんですけども、今日何をやったのかと。大倉を解体するためですよ。えー、やってたってことじゃ,じゃないのかと。まあ、円の支配者っては日銀の人、ね。 プロパーの人たちが縁の支配者として、えー、やってて、全然自由主義経済とも何でもない、なんてことですよ。ということでした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。今日はここはで,です。チャンネル登録お願いします。以上です。